大阪府立安倍野高等学校は大阪府大阪市安倍野区にある公立の高等学校。前身は大正末期1922年に新設された府立11番目の高等女学校。愛称は安倍校。2022年には創立100周年を迎える。学校は大阪市安倍野区の中央部付近にある。1922年大阪府立 第11高等女学校として創立。翌1923年4月、大阪府立安倍の高等女学校に改称した。太平洋戦争後の学生改革に伴い、新生の高校の大阪府立安倍の高等学校に改変。1954年に大阪府の条例が改正され、安倍の表記へ変更された。教育課程は、全日制普通課を設置している。 2013年度から朝の10分間モジュール学習を実施。英語を中心に書き取りドリル学習を行い、5日間実施で一単位として認定する。また、大手進学塾と提携し、放課後に英数国の安倍高塾を週数回開校している。2022年の創立100周年に合わせ、2019年に校訓を自立、敬愛、 競争の三つに再設定している。1922年4月に大阪府立第11高等女学校として開校した当初、西区伊豆尾町の大阪府立伊豆高等女学校を仮校舎としていた。1922年中に高知の買収と建設工事が行われ、翌1923年4月に、 東成郡天王寺村大麻天王寺矢座東中道に移転。同時に大阪府立安倍の高等女学校へと解消している。太平洋戦争後の学生改革により1947年に併設中学校を設置。2.3年生を併設中学校へ移した。翌1948年に新生の高等学校制度の発足により、 大阪府立安倍の高等学校となった。この際、大阪府立住吉高等学校との間で、高校1年、併設中学校3年の生徒及び教職員を交流して男女教学になった。この交流の際、住吉、安倍屋の両校とも元の学校に残りたいと希望する生徒が多数を占めたため、最終的に生徒の住所で両校に振り分ける形になった。 また1950年12月には、隣接地の明影女学院高等学校を大阪府が買収し、安倍野高校のコーチに組み入れる形でコーチを拡張した。なお、明影女学院高校の生徒は、転入試験の受験、合格を条件に、安倍野高校への転入学が認められた。交渉は1948年4月に制定。なお、 後期は1951年に制定された。校歌は、詩人の安西冬江による作詞、大沢久人による作曲。新生の高校の発足直後、旧生の高等女学校時代の校歌に変わる校歌を制定しようと、生徒会の意見も取り入れながら議論した。職員会議では、国語科教諭で詩人の伊藤静夫に依頼する方針だったが、病気療養中の伊藤は、 病人が新たな時代の効果を作るわけにはいかないと、孤児し、知人の安西冬絵を紹介。その縁で安西が作詞した。制服は1951年に制定。クラブ活動も活発で、1960年には公式野球部が大阪府代表として第32回選抜高等学校野球大会に出場している。 太平洋戦争中の1944年から1945年にかけて大阪府安倍の臨時国民学校教員養成所を併設し、招集などで不足した国民学校教員を養成していた。申請の高校として出発直後1948年5月 GHQ のなどの義務教育優先方針により校舎を申請の安倍の第二中学校及び 安倍の第四中学校の二校に転用され、安倍の高校は住吉高校内に移転する形で二校で同居した。二校同居の当時、校長も同一人物が兼任しており、新生の中学校の独立校舎建設も進まなかったことで、安倍や住吉の良好合併や安倍の高校廃校も噂された。1950年、松虫中学校が、 独立校舎を建てて退居したため、安倍の高校1年生が元の校舎で学んだ。翌1951年、分の里中学校も独立校舎を建てて退居したため、住吉高校から完全に引き上げた。ちなみに、府立安倍の高等女学校として、大正期に創立時、私立の天皇寺高等女学校が天皇寺村。 大和安倍の似て本校と同年同月に開校した。天皇寺を名乗る皇女が安倍屋にあり、安倍屋を名乗る皇女が天皇寺にあるという、ある種の逆転現象にあった。ありがとうございます。